静山高等学校は山形県山形市にある私立高等学校。運営主体は学校法人山本学園。ICT 教育に力を入れている。一人一台クロームブックの配布。各教室にプロジェクター設置し、動画視聴やテキストを表示したり、ウェブで検索したページなどを表示したりして学ぶことができる。ICT ルームという場所がある。 大画面で表示でき、主にプレゼンを行えたり、授業を受けることができる。学年ごとに Wi-Fi を設定しているため、混雑しにくい。その他にフリー Wi-Fi を設置している。ただし、電波が届かない場所がある。2022年、制服のデザインが変更になった。トランスジェンダーの観点から、スカートではなく、スラックスに変更できる。 主な行事は、クラスマッチ、体育祭、文化祭。クラスマッチでは、球技の他に、オセロや e スポーツ、大縄跳びなどがある。基本的に、クラスマッチは2日間行い、山形県体育館や山形市総合スポーツセンター、学校で行う。体育祭は、赤根け級陸上競技場で行う。2021年現在は競技場が工事中で、 山形市総合スポーツセンターで行っている。文化祭の開催セレモニーなどのイベントは山銀県民ホールなどで行う。駐輪場は各学年ごとに置く場所が決まっている。1年が奥の場所、2年が駐車場の左側、3年が校門近くの道路側。各教室にはロッカーがあり、鍵がかけられる。教室自体も移動教室のどに鍵をかける。 スマホは朝の HR 前に回収し、帰りの HR 前で返す。ただし、掃除終了まで廊下での使用禁止。アルバイトは申請すればできる。掛け持ちもできる。3年時に運転免許を取得しても良いが、車を運転はできない。週に一度朝の HR 前に漢字の小テストがある。終了後に60問の問題を渡され。 そのうちの20問がテストに出る。20点満点。クラスごとで順位を競う。1年の最後ら辺で100台テストがあり、3年間満点だった人には賞金が渡される。漢字学習委員会がある。パソコン室は2部屋ある。そのうちの1部屋はパソコンを交換して新しくなっている。各教室にエアコンの設置。生徒玄関に自販機がある。 電子決済が対応しているものがある。購買部がある。学食はない。体育館は2つある。体育の授業で自給層やソフトボールなどを行う際は学校のバスで菅川にあるか仙実機のグラウンドに行って行う。体育の授業でボーリングの授業がある。全日制家庭、進学クラス、医療、看護系、大学、短大を目指す。 普通クラス、公務員、一般企業、専門学校を目指す JR 東日本、山形駅西口から徒歩約15分この記事は、プロジェクト、学校、高等学校テンプレートを使用しています。ありがとうございます。